動いていった6番の湯浅です。残り2周回、寺沼を下ろしました。そこへ中部近畿勢2番の松本、4番近藤と、2番の松本は中段は確保といった形で引いた5番手に5番の寺沼伊織、6番の湯浅が先頭で打勝です。2番の松本、さあ5番の寺沼を進出を突っ跳ねるようにして中段は譲りません。5番手の位置変わりません。5番の寺沼伊織、この間に前で6番の湯浅大輔、ラストスパートで残り1周切りました。南関東勢のペースですが、中段からまくる構えは2番の松本拓也と後ろ4番近藤幸典です。2番の松本の発進に4番の近藤が若干離れましたが、この間にぐんと5番の寺沼のまくり、一気に前段を飲み干していきまして、マーフ陣続く7番の清水、そして1番の土屋宏、関東ライン直線に向いて5番の寺沼の外、7番清水並びかけるが寺沼より後輪、2着7番の清水義康。